当初の想定を超えて解体されていく我々のバス。立ちはだかる問題に苦悩すると同時に、解体が進むに従い湧き上がる納車依頼の不満点、家庭用エアコンの冷気の循環を妨げる存在であったマルチルームは、トイレやシャワーに重宝するも、その代償は小さからず、覚悟を決めた大規模リフォームを決意した。一時的に喪失する電源の代替として、リタイムの超小型バッテリー及びインバーターを採用するのです。どうぞ最後までご覧ください。つかさんファミリーつかさんち。わー、暑いなこれ。とりあえず暑いこれ。前回ね、非常に激しい穴が開いていたところはこちらなんですけどね、まあ、とりあえずね、ここですよ、ウェザーストリップの近辺、この穴開いておりましたりね、あとここも穴、これね、もともとの穴かと思ったんですけどね、これ超ショートにするにあたり何かこれいったんでしょうね、ボルト、これが必要だったんでしょうね。ここね、四角を切り抜かれてますね。で、ここからのね、中が見えるところがめっちゃ錆びていますのと、あとそれの反対側ね、右側。ここもね、カットされておりましてね。そこまで錆びはひどくないですけど、錆びていると。そしてさらにこの右側の方にもありますと、これ元々の穴ですけどね。こちらはね、実はそれほど錆びておりません。錆びのね、赤い水のようなものはここが入ったような跡がありますけども、サビ自体はそこまでひどくはないですね。つかさんちというわけでね、皆さん、前回ね、この床板をねめくりまして、今サビの状態を見ておったんですけどね、そこまでね、悪くはないんですけど、このリアのオーバーハングというか、本当リアの本当最高端のあたり、この辺りのね、サビが、まあ、かなりひどいですけどね。それ以外は、向こうの板をめくった範囲においてはね、そこまでグズグズじゃないかなというね、個人的なそういう印象を抱いております。で、今後ね、これどうするかなんですけどね、このリアのラゲッジルームの前方なんですけどね、この辺り、まあ、後半の方はね、ちょっと見た目の方は非常に悪いですけども、サビの方はね、もしかすると、そこまで何もない印象もありますね。今後どうするかっていうところなんですけどね。非常に悩みましてね、ある結論に達しました。つかさんち。さあ、今車内に入ってきましたけどね。このラケッジルームのね、床がこのようになっておりまして、そしてね、この先ですよ。この前方ですよ。今悩んでおりますのは、このラケッジルームより前方のこの後半、床板ね。これをめくるかめくらざるかなんですけどね。これをめくると言いますとね、ここの造作はもとより、先日増設したばかりのサブバッテリーの収納庫、この辺もね、解体しないといけなくなりますし、そしてね、もう芋づる式でね、サブバッテリーのシステム、電装類ですね、これらをすべて外さんとダメになると。そういうね、厳しい未来しか待っていないんですよ。どうしますかね。このバス、納車されて以降ね、2年少々経過したんですけどもね、そしてね、間もなく、納車から間もなく家庭用エアコンをつけまして、夏をね、少しとおったんですけども、不満点がね、あったんですよ。家庭用エアコン自体はね、非常によくね、効くんですけどもね、このマルチルームがあるおかげで、冷気の方がね、前方まで届かないということにね、ずっと悩んでおりました。マルチルームの奥行きはかなりありますんで、この壁にね、遮られるのと、それに加えてね、キッチンの方、こちらもね、壁がございますんで、このね、この隙間からしか冷気が前方の方に行かないということでしたんでね、エアコンの機器の方がね、いまいち良くなかったんですよね。はい、今ね、リビングのところに参りましたけどもね、このような形で、こちらにはマルチルーム、そしてね、右側にはキッチンの壁ということでね、この隙間からしか冷気が来ないと、
そしてこちらの座っている者にとってはね、冷気が直接当たらなかったのでね、非常に熱い思いをしておりました。このマルチルーム、私たちはね、シャワーはほぼ使用していないんですけどもね、トイレとしてはね、非常に重宝して使っておりましたんでね、これをね、どうするかっていうところ非常に悩みました。つかさんち。ということでね、この問題がね、床下の鎖、合板の鎖、鉄板の鎖のみであればね、そこまでマルチルームまで解体すると、そこまでの動機にはならなかったんですけどもね、まあ約2年少々、納車以来ね、エアコンの効きが悪い、そういう不満をずっと抱えておりましたんでね、この際マルチルームを撤去、移設しましてね、まあリフォームをする前提で、まあマルチルームを撤去しまして、で床ももう少し前方までね、まあめくってしまうと、鉄板の状況を確認したいということもありますしね、まあ、この際マルチルームを撤去します、そういうふうに決めました。ということでね、マルチルーム解体していくんですけども、サウバッテリーに関わるこの電装類とかね、サウバッテリーをね一旦外さんとダメになりますんで、今ね常時使っております冷蔵庫、そちらの電源の方が確保できませんので、そのためにあるものをね、一つ入手しました。今回入手しましたのはリタイムさんの 12.8V 100Ah ミニというものをね、こちらの 1000W の制限波インバーターになります。そしてね、奥に見えますのが以前に紹介させていただいた同じリンサンテスの 12.8V 100Ah のねバッテリーになります。これ通常ね、今現在流通している 100Ah のリンサンテスじゃない、ほとんどこのサイズなんですよ。で今回発売されましたリタイムさんの 100Ah のミニというタイプのもの、こちらなんですけどね、重さの方もね、通常の以前のタイプのものが 11kg に対してリタイムさんの方はね、非常に軽くなってましてね、 8.6kg、およそね2割以上の軽量化を達成しております。あとサイズの方もね、この3辺の合計をね計算は出したんですけども、およそね 35% ほど小さくなっておりましてね、なぜここまでね小さく軽量化されているのかっていうのはね、私には全く分かりませんけどね、このサイズ感はね圧倒的に小さいですね。映像で伝わったかどうかちょっと自信ないんですけども、この重量もさることながらこのサイズ感ね非常に小さくなってますね。寸法の方をね測っておきますと、横幅が約17センチに対して、リタイムの方が13センチですよ、4センチ小さくなっております。縦はですね33センチのところ、リタイムさんの方は 25.5 センチと5センチ以上ですよ。高さに関してはね約22センチのところ 22.5 センチ、少しそれを上回ってますかね、23センチいかないぐらい。高さの方はね少しリタイムさんの方が高くなっております。このコンパクトさ分かりますかね。まあこの 100Ah ね通常のものでも小さいんですよ、小さいんですけど、いや圧倒的に小さくなっておりますね。なぜこのねバッテリー2つ用意したかと言いますとね、私この冷蔵庫ね今までサウバッテリーの方で常時オンの状態で使っていたんですよ。それがね今回の工事に伴いましてサウバッテリーのシステムを一旦撤去することになりますので、電源がなくなってしまうということでね、今回このコンパクトなバッテリーをね入手しまして、リタイムさんと某社さんね、これをねリレー方式で使いまして、冷蔵庫の電源としてね使いたいなというふうに思っております。ではインバーターとね、バッテリーの方を接続していくんですけどね、こちらねケーブルインバーターの方に付属しておりましたんでね、これを使います。この付属してるとありがたいですね。14スキャぐらいだと思うんですけどね、あとインバーターこれねキャップがあるのこれも何気に嬉しいですね。Thank you.
この仮のね、インバーターさんの方は、この椅子のサイドの方に固定しまして、で、もう一つ、リタイムさんの 100A のミニさんの方はね、その前方にね、仮置きしておきました。これで、つけてみましょう。出力の電圧が 99V で、バッテリーが 13.6V、 そして残量の方が 100% と、そういう表示がされてますね。シンプルですけど、見やすくていいですね。これが、冷蔵庫のコンセントになりますんでね、これを差し替えましょう。よいしょ。さあ、動くと思うんですけど、どうでしょうね。消費の方が 6W、7W。お、ちゃんとね、ライトもついてますんでね、冷蔵庫正常に動いております。いや、予想以上にいい感じに収まってくれましたね。さすが 100Ah のミニ、やっぱりミニだけありますね。何の問題もなく隙間に、ね、収まってくれました。サブバッテリー外す前にね、とりあえず充電をしていこうかなと思いましてね。今、外部の方から充電しますんで、他、今ね、それを充電しながらもできる作業を進んでおきたいなと思うんですけどね。マルチルームね、これ、どういう風に止まっているのか構造がいまいちよくわかってないんですけどね。外せるビス、全部外しちゃいましょう。上の方は、コーキングされてる感じでね。この辺りもコーキングされておりまして、特にビス何もされてないんですよ。角がね、ビスが、こう打たれてる感じなんですけどね。そして下の方もね、こうシャワーパンっていうんですか、なんかそういう風なものがあるんですけど、このね、四隅、これコーキングされてるだけなんですよ。とりあえず、ビス的なものは先ほどのね、このコーナーしかありませんのでね、まずはこれをね、外しまして、このコーキング切れるだけ切っちゃいましょうかね。このあたりもね、カッターで。少し動きますね。壁動くんでね、あと上のコーキング切るだけでいけるような気がするんですけどね。ここ。来たね、来ましたね。来た。あとはもう少し下の方までね、ビス取れば取れそうな気がするんでね、一旦ビス外しちゃいましょう。こちらの壁動かず、ダイネットの背もたれの方は、このパネルをね、発射としたんですけど、これガタガタですよ、ここ。これもグラグラですね。こいつが外したかったんですけど、外れず。難しいですね。それぞれの壁がね、何とついてるのかいまいちわからんのですよ、構造が。これを立たせるためにはこれが必要だったり、これを立たせるためには他の部材が必要だったりね。やっぱり一つね、なんかバラそうと思うと全部芋づる式にバラしていかないかんなっていうのは、作業開始する前から思ってたんですけどね。やはりそんな感じですね。うまくバラさんと本当に再起不能になっちゃうんですね。あとね、これ。この壁ね。この壁動いてますんでね、これ外れそうなんですけどね。ここはフリーになってますね。あとはこの下のシャワーパンのところのコーキング、これを切ってみましょうかね。これするともうちょっとフリーになる気がするんですけどね。切ってみましょうかね。
このシャワーパン、できれば再利用したいのでね、ほんまにボロボロにはしたくないんですけど、なんかありそうなんですよね、これ。このマルチウムの壁と床がどうもね、コーティングされてるような気配があるんですよ。今、抜けましたよね、スポット。切れましたね。コーティングなんでそんなことしてあるんですかね。なんか水持ってきとったんですかね、これ。だとするとこれ、この中、水が溜まってて、そうやって可能性ありますね。嫌な予感しますね、ここ。うわ、来ましたよ、ほら。うわ、来た。おぉ、来た。ここ開きましたよ、やっと。来た。やっほー。ついに来たぜ。いや、いやいやいや。長かったよ、この戦い。またお見場所もない。マルチルーム正面の壁取れましたんでね。あとはシャワーパンもね、おそらくコーキングで周囲止めてあるだけで、あとそこもコーキング打ってあると思うんですけどね。そこら辺を切っていきますか。3点は開けたと思うんですけどね。あとそこですよね、問題は。あ、いけますね。いける気がしますね。ということはさっきこの排水ですね、排水口だけ取らんと多分ダメなんで、そこの方を潜って取ってきます。収録のはしてませんでしたけどね、シャワーパンの方の底のね、排水口外せました。そのね、下にこの排水のタンクがありましたんでね、これを外さんとね、排水口の方が外せませんでした。いや、大変でした。このクッションフローがついてて外れないような、そんな感じですね。ああ、いや、ちょっと、無理ですね。手が遠くなのでね、コーキング切るのは難しいですね。もう力ずくでいきますかね。なんか、底の方、濡れてますね。ああ、すごい。来たよ。撤去できましたよ、シャワーパン。シャワーパン取れましたけどね。うわぁ、この奥の方なんかベチャベチャですよ。いやぁ、ここもめくっといてよかったですね。マルチルームと後方をつなぐね、壁のアングルですけどね、やっぱり錆びてますもんね。で、車内側、廊下側はね、錆びておりませんけどね。以前にね、雨漏りしたことあるんですけどね。雨漏りなのか何なのかわかりませんけどね。いや、まあ、バラしとって正解でしょうね。つかさ感じ。マルチルーム解体の最終章。この壁をね、抜いちゃいます。さあ、さあさあ、もういけるんじゃないですか。来たよ、これ。うわ、来た。おお。うわ、はあ。抜けたー。
やば、ついに抜いちゃったよ、おい。まあ、このワッツラーね、ガタガタですけどね、またあって研磨してフラットルしますけどね。いや、こんな感じですね。阻まれておりました、この壁がね、一枚撤去できました。後ろから見ますとね、このような形でマルチルームの前方の壁がね、抜けました。あとはね、この後方ですよ、サグバッテリーに関わる電装品がございますんでね、この辺りは次回の持ち越しとしましょうかね。つかさんファミリー、リア後方部分もぬけの殻となりました。でね、あの鉄板の状態なんですけどね、全て剥がすことができました。撤去できましたよ。